皆さんこんにちは、プロレスアカデミーの吉原です。天王寺高校社長の近藤です。はい、今回お知らせなんですけれどもですね、私がまあ校舎で教室で1対1で受験相談イベントやってるじゃないですか。今月もまあこんな感じでちょっと日付のね画像出てると思うんですけど、残り予定してるのでは3回ありますと。天王寺高が1回、大宮高が2回残ってる状態なんですけれども、まあ、そっちのちょっとぜひ来てくださいねっていう案内の動画になっております。まあ、ただめっちゃ緊張してるんですよ、みんな。えもうなんか下手なこと言えないんじゃないかみたいな。それこそ模試の結果ないんですけどいいでしょうかとか、まだふわっとしてるんですけど行ってもいいんでしょうかみたいなんで、その、まあ、あの受験生版とか見てる人たちはすごいビビられてる感じがするんですよね。僕も緊張しますもん絶対緊張してるから、はい、緊張をほぐすところからやらないとって思ったらこっちも緊張するじゃないですか。どうもみたいな感じになるんですけど、もっとなんかフランクに来てほしいなって思うんですよね。まあ、フランクにまあ来てくれた方が距離感縮めやすいんで、まあ、そうなんですよ。深いところまでお話できる可能性は、ね、そうなんですよね。もっとなんかそのアイデアとかいっぱい出てきて、はい、あ、じゃあこういう風にやったらいいんじゃない、ああいう風にやったらいいんじゃないとか、もっとその相談に拍車がかかるというか、お互い緊張してると変なお見合いみたいになるんで、絶対に悩みはこれです、こうしたらいいんじゃないでしょうか、ありがとうございますみたいなんで終わっちゃうんで、そうやってちょっと楽しくないんで、会いに行きたいっていう人もいるでしょうし、でもその中で勉強の悩み抱えてる人もいると思うんで、ぜひちょっとお気軽に来てほしいなと思って動画一本撮ってるんですけど、なんかそのあります、相談来るメリット、こういうとこがいいとこだよみたいな、自分で言うと自画自賛になってまあ、やっぱりその吉村さんにその受験相談してもらえる、1対1でしてもらえる機会っていうのはなかなかないので、はい、それは1個やっぱりいいところだと思いますし、はい、まあ、一般的なところだとやっぱりその勉強の計画とか、うん、まあ、どういうふうに今後志望校を決めていけばいいとか、うん、包括的に相談できるのがいいかなと思います、うん、でさっき言ってたように、まあ、いろんな生徒さんを、あの、うん、塾長見られてるので、目標がまだ決まってない人、まあ、漠然なお悩みとかでもいいので、うん、ある意味カウンセリング的な感じでその対話してみることによって自分の方向性とかが見えてくるところも全然あると思うので、そういう使い方されるといいかなと思います、ね。まあ、確かにそうですよね。受験勉強の雑談しに来るぐらいの感じで本当は来てほしいですね。やっぱり、うん、教室が増えていくと各教室に行く頻度ってのはやっぱり減ってきちゃうわけなんで、今ちょっとその行こうかどうしようか行こうかみたいな思ってる人こそなんか来てほしい感じはあります。一番やっぱりいいのが、はい、まあ、受験相談ちょっといろんなところでいろんな人の目を見てきたんですけど、うんうんうん、その勉強の計画とか参考書立てがメインになるところを、はい、まあ、吉村さんの場合結構その根本ここが問題でここをどうしていこうみたいなところまで聞いてくれたりするので、他にないところというかいいところかなと思いますね。ですのでお待ちしてます。はい、とりあえず概要欄の方に2月の残り分かな、現時点での貼っておきますので、いろんな状況の人がいると思いますけれども、お申し込みお待ちしておりますので、本当お気軽に、何回でも言いますけどお気軽に来てくださいっていうのがこの動画で伝えたかったことですので、ざっくばらんにお話ししましょう。ということでですね、本日はまあこういうお知らせ動画となりましたので、明日以降もですねこのチャンネルの動画楽しみにしててください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。